回カシノの空振りから始まった放送400回記念のマッチプレー、新田がひとみプロとカシノのチームに挑みます。カシノはティーショットとグリーンの1打目を必ず打つという特別ルールが。空振りをノーカウントにしてもらったカシノでしたが、お OB いっちゃいました。しかしそこはひとみプロがティーショットでリカバリー。ナイスショットです。誰かのせいで3打目やけど。はい。お一方新田も大健闘。振りました。おしかもヘアウェイ。ナイスショット。よし完璧。レディースティーからとはいえティーショットでひとみプロの前につけました。うわー、おー完璧。すごい。ひとみプロの4打目はフェアウェイセンターのいい位置に。おお完璧。オッケー完璧完璧。新田もしっかりついていきます。今100点です。よかった。あー低い。今週はついに勝負を決める後半戦。あーよかった。グリーン上で何かが起きる。新田は3パット名人の汚名返上なるか。マッチプレーの舞台は岡山県高梁市にあるパインツリーゴルフクラブ。松林に覆われた林間コースで自然のアンジュレーションが生かされた個性豊かな18ホールは戦略性の高いコースとして知られています。元気を与えてます。そうか。ただこの後気持ちがやられないように。だからまだ遠いよ。では続いて新田さんの第3打です。ピンまで残り178ヤード。おお結構ある、はい、結構ありますね。結構あるのでクラブも変わらないです。5番ウッドで、まあもちろん届かない距離なんですけど、フェアウェイ内に収まればいい。そうですね。はい。4打目勝負って感じですね。そうですね。ここまで好調の新田、3打目も飛ばせ。あ低い。あ低い。ここで痛恨のトップ。ボールはラフへ。いたた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 。ちょっとなんか初めてのミスショットみたいな感じですね。はい、上をだいぶ叩きましたね。やっぱりも多分狙い目が結構右目向いてたので、はい、もうちょっと左でもよかったんじゃないかな。もうちょっと左。そうですね。あーダメだった。これひとみプロ5ダメです。5ダメで、はい、まあ、乗ると思います。です。はい。いや、わかんない。だけど、次打ってもらいますからね。これバランサーの。バランサーに。はい、バランサー頼むでの。バランサー頼むでの。お願いしますよ。カシノ、頑張って見返してやれ。ひとみチームは5ダメ。5ダメか。入ったらファイル。新田がミスした今こそチャンス。ひとみプロ、まだグリーン面が見えない位置からどう攻めるのか。右乗せてきた。さすがひとみプロ。ナイスオン。ああよかった。どれぐらいなんだろう。確かに距離ね。でもちょっと右やったから10ヤードもないぐらい。これはちょっと楽しみですね。いやナイスオンです。ナイスオン。ナイスオンです。さすがファイブオン。ファイブオン。新田は右のラフから上り入れて127。ラフ深いから。ただ手で打ち込むだけやったら絶対出ないので、しっかりと体は使った方がいいと思います。その上半身を、そうそう、しっかり回して、そう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 、しっかり手だけだとやっぱり前に行かないと思います。あしっかり体も使って、お腹も使って。そうです。いや結構重たいですね。ね。で距離的にはまあ、届かないので、はい、とりあえず次5打目がフェアウェイから打てるように今度こそ。おお、やっぱり抜けましたね。どうな、あれ
お、あ、近くまで行ったんじゃない？近くまで行ったかも。届かないかと思ったけど結構距離的には。あ、やった、いいとこじゃないですか。 OKOK 思ってたより行きましたね。行きましたね。でもなんか打ってる感じは相当重く感じました。なんか打って振り切らないといけない感じでした。はいはい、はいはい、でも全身使って打ってるって感じでしたね。ああ、よかった。よかった。ちゃんと前に行って。よかった。よし、次が5打目。あ、じゃあ一歩リード。1年前ここに来るまでもう多分7打ぐらいかかってたんで大成長してます。いよいよ出番のカシノはグリーンでの最初の1打を私に打たせてもらえるということなんで、ちょっとまあ入れ沈められないまでもちょっと待ってやります。いざグリーンへ、勝利はどちらに。放送400回スペシャル、ニッター VS 瞳プロカシノのマッチプレーは佳境に。ラフからしっかり打ち出しグリーンエッジにつけたニッタ、パターで狙うかウェッジでのアプローチか、ニッタのクラブ選択は。私こういうグリーン周りに来てパターで打ってそうなところでもこう素振りしてみたら全然イメージが毎回出ないんですよ。で結局アプローチ選択っていうのが多くて今回もそれです、はい、沢井プロだったらこのシチュエーションではどうしてますか。私もウェッジ持ってます。で転がしてちょっとスライスで寄っていく感じ、まあ、52度とかでもいいですし56でも全然いいと思います、はい、では5打目。うまい。おお。うまい。おお。ちょっと奥に行った。まあまあでもでも。まあでもでも。そうですね。ちょっと強く入ったかなと思ったんですけど、はい、全然止まりましたね。そうですね。よかった。ちょっとスピンも効いてて。そうですね。少し奥でしたが、ナイスアプローチ。ちょっと奥に行った。新田の大健闘でピンチの瞳プロカシノチーム、グリーン1打目を打つのは。カシノ見せ場だぞ、頑張れ。では瞳プロチームは、はい、6打目で、はいはい、バランサー、はいはい、カシノさん、サイプロ、ここはもうラインは多分スライスしてフックするので、はいはい、もうまっすぐ狙っていっていいんじゃないかなと思っています。で、はい、高低差もそんなに上って下ってなのでほぼフラットでいいと思います。そうですか。こういう時は、はい、入れようと思わずに距離感を合わせてください。距離感は、はい、そうですね。入れに行くよりも距離感だぞ、カシノ。え、う、あ、重いか。ああ。でもなんか、はい、思ったより。はい。はい。大丈夫です。あのめちゃくちゃにはならめちゃくちゃにはならなかったせずに済みました。ひとみプロ入れてダブルボギーとなる7打目。出た。カップに嫌われてしまった。出た。やっぱちょっと強かった。くるっとくるっと回っちゃいました。勝負の行方は新田のパッティング次第に。それな、どうせ負けるならこれ入れて、ま、入れてほしい。ではでは6打目。スリーパット名人の汚名返上だ、新田決めろ。おー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 、ナイス。ど真ん中ナイス。ナイスです。6です。おーすごい。やった。1年前ここ9だったんですよ。すごい。3段決まった。大成長。ということで勝者新田、よくやった。勝てたっていうことも嬉しいですし、何よりもその去年回った時より3度縮まったっていうのがすごく嬉しいです。それはすごい成長感じますもんね、自分で。もう前の時ずっと左ラフから動けなかったんですよ。もう全然フェアウェイ歩いてなくて今日は楽しかったです。楽しかった。よかった。それと一点ちょっと
はい、私は、はい、ちょっと難関コースっていうのもありましたけど、ちょっとなかなかうまくできなかったかなという、はい、そうですよね。もうサバイプロに助けてもらって、はい、まあ僕がいなければ5打で結果はまあ変わってた、まあ、ね、まあ、もちろんのこと、はいはい、どうでしたかサバイプロ一緒、はい、いややっぱり難しいコースって言ってた聞いてたので、はい、やっぱり戦略性もすごいありましたし、で自分も最後やっぱ短いの外してるので、まあ私もちょっと反省しつつ、いやなんか本当に久々にこの収録をさせてもらったんですけど、いやもう成長がすごくて、そうですか、やった、なんかそれにすごい驚いてます。うわ、はい、そう言っていただけるの本当嬉しいです、僕はもうあのミスがなくても回れる自信がないんですけど、ちょっといつかこういうコースも攻略できるように、そうですね、ちょっと練習頑張って上達したいと思います、はい、一緒に成長しましょう、はい、頑張りましょう、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。今週はパインツリーゴルフクラブの平日限定ペア招待券を1名様に、スマホにつけるアクセサリースマホグリップを5名様にプレゼント。RSK アプリからのご応募お待ちしています。